はい、おはようございます。1月9日7時15分の相場解説になります。昨夜はですね、トランプ大統領の声明が本当に待ち遠しくってずっと見ていたわけなんですけども、開戦にならずに良かったなと、ひとまずは落ち着いたのかなというふうに思っております。そういうふうにね、社会情勢を見ていくに、相場を見ていくときにはどうだったかってことなんですけども、相場的にはね、私はすみません、予想通りにはならなかったです。だから良かったといえば良かったんですけども、利益のチャンスは今回失ったかなってことでございます。これ4時間足なんですけども、お伝えしたのはこう下に下がっていくんだよってことだったんですよね。で、下には下がったんですよ。これ要するに、アメリカとイランの関係がちょっと悪くなるときにぐっと下がりましたね。ここまで下がりました。で、イランが反撃するかと思いきや反撃して、その後トランプさんのね声明があったときにぐっと、お株を上げたといいますか、急騰したわけですよね。ツイッターの方でもちょっとね申し上げたんですけども、トランプさんの声明はまさにトランプさんのお株を上げたなというところでございます。ここで、軍事活動をねとどまるような雰囲気を出してたかなというところでございますね。戦争を望んでいないってことで、イランとアメリカとちょっとね同じ意見だったかなというところで、一定の安心感があってこの図が起きてると思います。私はねちょっとあまり考えたくないことではあったんですけども、もう一回ぐらい何かのねこう報復があるんではなかろうかと思わざるを得なかったんで、大きくガンガーンと下がるんではないかというふうに思ったんですよ。これが下がって戻っていって、もう一発バスンとね行くと思ったんで、ストップロスをかけて、ストップロスをこの辺にかけてね、で売りの方で待っていたんですけども、そうはならずにトランプさんね、平和を望んでくれてありがとうっていうところではありがとうなんですけども、損失は出たということですね。ストップロスの分だけ損失出まして、こちらの何ですかね、3日前に申し上げた第2仮説の方に向かっていったかなってことです。ということは第2仮説はここまで、上昇していく向きがありますんで、もう一発伸びるのかなというところで、一回買いでね入っていこうかと思います。これはだからおそらくこれ1時間なんですけど、こういう風に来てここできっかけを作って、こういう風にね向かうような形で、途中でですからファンダメンタルと言いますかね、材料ですよね。トランプさんが何かを言うっていうのは要人発言ですから。であそこに乗っかろうとした私が浅はかだったんですよ。だから材料の時は徹底的に避けなければならなかったんですけども、昨日はちょっとね私なりに欲が出まして、トラブルを利用して利益を出そうかなというふうなね欲が出たんで、バチが当たったということですかね。やっぱりテクニカルやる以上は材料は避けた方がいいなというふうなのが今回の反省です。ということで、今日と昨日と利益を取り損ねてますんで、というかエントリーできませんでしたので無風状態でございます。で最後にね、私の1年の目標を申し上げます。1000万円のやっぱり利益を上げていきたいなって1年で考えたんですけども、相場が空いてる日数をね200日って考えた時に、1日5万円の利益を出さないといけないんですよ。1日5万円ですよ、毎日で。負ける日もあるんですよ、2万とか3万ね。そう考えていくとやっぱり高いハードルだっていうのがお分かりいただけると思うんです。で昨年私が800万を超えるようなね利益を出せたのは、1月3日の時点で400万以上の利益を上がる、こうフィーバーがあったんですよね。一発、しかもトラブルと運の良さでそれを取ったんで、戦略的に取ったわけではないんですよ。であとはほぼ1年かけて400万ぐらいしか作れなかったっていうのが、これが私の実力ですからね。だからそう考えたらやっぱり今年1000万っていうのはちょっとね壁が高かったかなと思いますけども、超えられないぐらいの壁にトライしてこそ力がつくと思いますので、そういうふうに決めさせていただきました。皆さんもね、1年の目標、そして1月の目標っていうふうな形で進めてみてください。今回はちょっと以上でございます。もうちょっとね、沈静化するまではこのままエントリーせずに見守っていこうかと思います。少なくとも109円の580になるまでは、そんなにね、焦って売り買いをせることなく、もしくはもう一個ですね、108円の410に、落ち着くまでは、ちょっとね、まだ売りでも入らないっていう風にしていこうかと思います。以上です。